どうも、愛知です。センター試験3日前になりました。で、まあ今更っていう感じもするかもしれないんですが、受けられる皆さんに個人的にね、ちょっと応援の気持ちをね、伝えたいっていうところと、あとはまあ今日からちょっと気をつけてほしいっていうか、意識してほしいことがいくつかありますので、まあその辺話していきますんで、よかったら最後までお付き合いください。ではまず気をつけること1ですね。これは睡眠時間です。で、冬休みあたりからやっぱりこう詰め込んでかなりね、こうがっつりやってた方もいると思います。で、結構夜遅くまでね、されて勉強されてる方もいたかもしれないんですけど、まあ残りたった3日ではあるんですが、この3日は早く寝てください。センター試験本番で、まあ、試験の時間決まってますよね。全部受けられる方もいれば、私立でね、こう科目が選んでる方もいると思うんですけど、自分が試験を受けてる時間にちゃんと脳がはっきり起きるようにしてほしい。で、例えば朝1個目から受ける場合、その試験開始時間の3時間前には起きてほしいんです。絶対に。そう、遅くてもね、もうちょっと早い方がいいんですけど、個人的には。だから、朝起きて、ちょっと目覚めが悪すぎる状態になってしまうと、試験本番にパフォーマンスが落ちちゃうんですよね。その解く能力が。なので、睡眠時間をちゃんとセンター用に、この3日間だけでも構わないので、しっかり合わせていってください。で、2つ目が持ち物です。持ち物。で、これは持ち物というか、事前準備のところになるんですが、まず当日必要なもの、まあ、持っていくものがありますよね。それは、今日の夜から確認してください。必ず。前日だけじゃなくて、今日の夜、明日の夜、そしてその前日の夜っていう感じで、もう3段階でチェックするっていう。で、これはですね、試験本番当日に、いや、忘れ物あるんじゃねえかなっていう余計な心配を全部排除してほしいの。さすがに3回チェックしてればさ。で、できれば保護者の方も一緒にチェックしてあげてください。いい、みんなも、いや、うっせえよって言わずに、そこはチェックしてもらって、いろんな人の目があった方が絶対安心するから。いいかな。だから、試験本番の時、まあ、当日ね、朝に余計な心配をしたりとか、バタバタしてリズムを崩すっていうところをなくしたいので、必ず今日の夜から持ち物をチェックする。そして、まあ、近い場所にね、試験会場があればいいんですけど、結構電車で行かれる方も多いと思うんですよ。で、普段電車をね、使ってる方だったらいいんですが、そうじゃなくてあんまり使わないと。ね、普段慣れてない環境の交通手段を使うなんていう方は、今日の夜からシミュレーションしてください。どこどこ駅に何時に行って、何分何番線の、まあ、ね、調べれば出るからさ。何番線に乗って、どこどこで、まあ、乗り換えてとか、そこまでシミュレーションする。で、基本的には試験会場をかなり早めに着くようにシミュレーションしてもらわなきゃいけないので、それも含めて今日の夜から事前準備始めてください。で、三つ目が食事でございます。で、これはぜひ保護者の方にもね、覚えておいていただけると嬉しいんですが、日本だと、まあ、験担ぎでカツですよね、試験前は。よくカツを食べるなんていう方、ご家庭もあると思うんですけど、できれば明日以降、まあ、明日、明後日ですよね、油っぽいもの、まあ、主に揚げ物になるんですが、それを避けていただけると、特に前日の夜は絶対に避けていただきたいです。もちろん男の子とかでね、まあ、女の子もそうだけど、カツがね、好きな方もいると思うんですが、ちょっと胃腸にね、やっぱ重いというか負担がかかるんですよ。で、それって当日の見えないところのパフォーマンスの差に出てくるんですよね。で、あとは今胃腸炎が流行ってるので、万が一そこに負担をかけて、ちょっと気持ち悪いとか、いう状態。ちょっとね、胃腸になってなくても、胃腸が弱ってる状態に揚げ物を入れてしまって、気持ち悪い、吐き気がある状態でセンター試験なんて最悪な状態なので、そうならないためにも、前日、まあ、できれば明日あたりから揚げ物を少し避けていただけると嬉しく思います。で、あとは当日の朝の食事なんですけど、よく納豆ご飯がいいなんてね、話をするんですが、まあ、普段食べ慣れてるものを食べたらいいのかなと思います。ただ、一個意識していただきたいのは、食べる量です。で、これは、普段、明日とかも同じなんですけど、腹8分目。いいかな。食べ過ぎちゃダメ。暴飲暴食は絶対にしない。で、これは、センター試験が終わった後、まあ、2時とかね、私立にの時もそうですけど、暴飲暴食は、もう極力避けてください。いいかい？腹8分目を意識して生活する。いいかな。それをやっていく。で、あと、牛乳とか、その、ちょっとお腹を下す可能性があるものは、当日絶対飲まない。朝も。昼ご飯ね、会場で食べると思うんだよ。パンとか持ってったりね、食べると思うんですけど、そこの飲むものも気をつけてください。もう試験本番の時に、まあ、さっきの話も似てきますけど、
余計な心配事を全部抜く、とことんそういう可能性のあるものを排除するように、ぜひ意識して食事をとっていただけたらと思います。はい、ということでね、駆け足で話してきましたが、まあ細かい注意点を入れるともっとねたくさん出てきてしまうんですけど、まあひとまずは今回話した3つをね頭に入れて実践していただけたら嬉しいです。で、実際まあ試験がねもう近づいてきてて、まあ多分不安な気持ちがね強い方のが多いと思います。まあセンター試験はね、まあどういう立場の方でも利用する方がやっぱ多いですし、で実際自分も現役の時にセンター受けて、でまあ、国公立志望だったんでね、どうしてもセンターが失敗できなかったんです。もちろんみんなもそうだと思うんだけど。でしかも、2次が過去問で俺取れなくって、特に今やっててもね。だからセンターでちょっと上乗せで取って、センター逃げ切り型で勝つしかなかったの、作戦として。だからこそセンター本当に失敗できなくって。で、まあ、そんな気持ちでね、まあ、戦ってたわけですよ、一応これでも。で、実際、まあ、今振り返って思うことの方が強いですけど、でも、その当時どう思ったかっていうと、すごい考えたの。すごい悩んでた。もうどうしよう、どうしようと思って。失敗したらどうしようと思って。思ってたけど、もうさ、悩んだって得点上がんないんだよ。そう。つべこべ言っても、得点上がらないでしょ。だから、今までやってきた自分信じるしかねえなって、俺は思ってたの。で、それは、その考えは今でも同じ。基本的に仕事に関してもそう。今まで準備してきたもの、こうやって頑張って準備して努力してきたもののその成果が何かの作品になってる、そういうものに対応してくるからさ、だからみんなもね、自分がやってきたことを振り返った時に、おそらくこうできなかったこととか、なんだろうな、ネガティブな方向の考えが出てきやすいんだよね。あの時サボっちゃったとか、もっとやっときゃよかったとか、いろんなこと出てくると思うんだけど、でもそういうのを乗り越えてというか、そういう先に、まあそういうのを抱えた状態でも努力してきたわけじゃん。もちろん努力の差もみんなあるかもしれないけど、自分なりに頑張ってきた。だからもうここまで来たら、その頑張ってきた自分の底を認めてあげて、でここまでやってきたんだから、じゃああとは自分の持てるものを、その入試とかセンター試験本番で精一杯出せるようにしようって。そのためにはさっき言った事前準備もそうだし、あとは心の準備をしなきゃいけない。しっかり戦えるぞって、私頑張れるぞって、俺ならやれるぞって、その気持ちでしっかり当日迎えてください。いいかな。まあ、天気はね今年は大丈夫そうなんでいいかと思うんですけど、まあ俺は雪だったんで、その年がね結構こうなんだろう、予期しないことが起きたりとか焦っちゃう場面、まあ試験解いててもね、うわーって思うことがあるかもしれないんだけど、うわ、なんか今年超難しいみたいになったとしても、難しいって思ってるのは周りも難しいって思ってるから、みんなだけじゃないから、それはいい。テンパることなく落ち着いて、一つでも多く解ける問題を解いてくる。で、まあね、みんなも練習してるから大丈夫だと思うけど、時間管理をしっかりして、いい、時間が足りなくて解ききれなかったって、この問題ちゃんとやったら解けたのにみたいなことがないように、落ち着いて今までやってきたことを出してきてください。いいかな。まあね、いつもより綺麗事になっちゃいますけど、もう見てくれてる方がね、できる限り本当全員が自分にとって満足がいくセンター試験になることを願ってますんで、ぜひね頑張ってきてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から、他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。